ジェームズ・クラーク・マクスウェル。一貫性のある CGS 単位系の概念を発展させ、メートル法に電気の単位を含むように拡張する際に主要な役目を果たした。一貫性のある組み立て単位とは、その単位系における基本単位のべき乗の積として表され、1以外の比例係数を含まない組み立て単位である。基本単位以外のべての単位が一貫性のある。 組み立て単位である単位系を一貫性のある単位系という。一貫性のあるは英語のカナテン転写でコヒーレントなとも言い,い、一貫性のことをコヒーレンスとも言う。一貫性の概念は19世紀中頃にケルビン教、ウィリアム・トムソンやジェームズ・クラーク・マクスウェルらによって発展し、英国科学振興協会によって奨励された。この概念はまず、 1873年と1875年に CGS 単位系と FPS 単位系に導入された。国際単位系は1960年に一貫性のある単位系として設計された。区形の敷地は間口と奥行きをかければ敷地面積が得られる。間口が6軒、奥行きが10軒の敷地の面積は60イコール60坪である。一方、 マグチが12ヤード、奥行きが20ヤードの敷地の面積は1220、4840、0.049エーカーである。壺で表す面積が単純な掛け算で求められるのに、対して、エーカーで表す面積は単純な掛け算ではなく、数係数1、4840を含んでいる。壺が単純な掛け算で求められるのは、窓の間に一貫性のある単位だからである。 一方で A カーはヤードとの間に一貫性のない単位のため、計算の際に数係数が必要となる。一貫性のある単位を用いるとき、数値方程式が両方程式と数係数を含めて同じ形になる。そのため、両方程式にそのまま数値を入れるだけで計算ができる。例えば、 質量 0.145kg のボールの速度が秒速 40m の時、運動エネルギーは0.145402イコール116であり、116J と単純に計算できる。一方で、同じ質量を 145g と表現した時、運動エネルギーの計算は、×145402000 イコール116として、数値線で除する必要がある。 一貫性のある単位系である SI では、仕事率の単位は1秒につき1ジュールと定義されるワットである。一貫性のない米国関与単位では、仕事率の単位は1秒につき550フィート、重量ポンドと定義される馬力であり、550という比例係数が入っている。同様にガロンは、立方ヤードほかいずれの長さの単位の立方とも一致せず、 何らかの数係数を伴う。場合によっては、あえて一貫性のない単位が用いられることもある。例えば密度の単位として、しばしば、グラム毎立方センチメートルが用いられる。SI における一貫性のある、組み立て単位は、キログラム毎立方メートルであり、グラム毎立方センチメートルは SI において一貫性のない組み立て単位である。しかし密度に関しては、 水の密度がほぼ1 0 g 毎立方センチメートルであり、密度の比較により直感的に分かりやすいため、g ルが用いられる。一貫性のある組み立て単位では、水の密度は1 0 0 0 k g ルとなる。人が考案した最も初期の単位は、単位の間で互いに関係を持っていなかった。軽量単位が標準化されるようになると、 初期の単位のうちのいくつかは共同体をまたがって同じ大きさを持ち、同じ量の異なる単位は一定の比率を保つようになった。しかし、容積と質量の単位が機微に結びつけられていた古代、中国は別として、異なる種類の量に関係を持たせた例は、啓蒙時代以前にはほとんど痕跡がない。長さの計測の歴史は、中東の初期の文明にまで遡る。考古学者は、 メソポタミア、インド、ユダヤやその他の文化で使用された土量校を再構築することができた。考古学やその他の分野の証拠により多くの文明において同じ量の異なる単位の間の比率が整数になるように調節されたことが示されている。古代エジプトのような多くの初期の文化においては必ずしもに3、5の倍数が使われていたわけではない。例えば、 エジプトの王のキュビットは28フィンガー、7パームである。紀元前2150年、アッカド帝国の皇帝ナラムシンは、バビロニアの土量衡を整理し、多くの単位の間の比率が、2、3、5の倍数となるように調整した。例えば、1種子は 6C、1クッシュは30種子である。トルコイスタンブール考古学博物館に展示されている。 紀元前3000年期にメソポタミアニップルで使われていたもの差し、様々な単位のメモリが刻まれている。同一基準で測ることのできない量は異なる次元を持っている。これはそれらの量の加減算が意味をなさないという意味である。例えば、ある物体の体積に質量を加えることは物理学的には何の意味も持たない。しかし、 それらの量やそのべき乗をかけたり割ったりすることで、新しい量を作り出すことができる。例えば、SI における力の単位はニュートンであり、これは N イコールキログラム MS-2 と表される。一貫性のある、組み立て単位は、他の単位のべき乗の掛け算だけで表され、1以外の比例係数を含まない。SI の圧力の単位パスカルは、パスカルイコールキログラム、 m-1s-2 と表される一貫性のある組み立て単位であるが、同じく圧力の単位のバールは、バーイコール10万キログラム、m-1s-2 で表され、1ではない比例係数105を含むため一貫性のある組み立て単位ではない。所定の単位の一貫性は、基本単位の定義に依存することに注意すべきである。仮に、 質量の基本単位が 1HT イコール10万キログラムであったなら、バールの方が一貫性のある組み立て単位となる。しかし、すべての基本単位を同じ比例係数によって再定義したならば、一貫性のある単位は一貫性のあるままであり、そうでない単位はそうでないままである。一貫性の概念は19世紀の第3四半世紀にメートル法にもたらされた。 当初のメートル法には一貫性がなかった。例えばリットルは0.001立方メートルであり、R は100平方メートルである。しかし、質量と長さの単位を水の特性を通じて関係づけたのは一貫性の先駆けといえるものであった。すなわち、グラムは U 点における1立方センチメートルの水の質量として定義された。 CGS 単位系にはエネルギーの単位が2つあった。生理器学に基づいた仕事の単位エルグと物体の温度上昇に基づいた熱の単位カロリーである。力学量の単位を基本単位としているため、エルグのみが CGS 単位系において一貫性のある組み立て単位である。対照的に国際単位系は当初から一貫性を持った単位系として設計された。 その結果、SI のエネルギーの単位は、ジュールだけとなった。ジェームズ・クラーク・マクスウェルらによる業績である。メートル法の各々の変種はいずれも一貫性がある単位系である。主事の組み立て単位は、比例係数を伴わずに、基本単位に直接関係がある。一貫性のある単位系では、例えば力、エネルギー、仕事率に関する以下の方程式に、 定数の因数を含める必要がない。一旦一組の一貫性のある単位系が定められたら、それらの単位を使う物理学の他の関係は自動的にまである。CGS 単位系では、一貫性のある力の単位は、グラムとセンチメートル、セック2等をかけた、ダイン、イコールグラムセンチメートル、セック2である。したがって、一ダインの力は、 1ムの質量に1トル、セック2の加速度を生じる。この文章の2つの文は単なる言い換えではなく、それぞれ独立した声明である。第1文は一貫性に基づいた力の単位の定義を述べており、第2文は運動の法則に代入して得られる結果を述べている。SI の一貫性のある単位の一例、CGS 単位系の一貫性のある単位の一例、 FPS 単位系の一貫性のある単位。ありがとうございます。